さあ、ということで、サブテレインの方、続きからやっていきたいと思います。で、2日目の朝の9時52分。まあ、前回終わったところからそのままやってると考えていただければよろしいんじゃないでしょうか。ということで、やっていきたいんですが、結構時間が、セロリ食べてますか？それは健康的で何よりですね。でも人間の、あれらしいですよ、生活に実は野菜はいらないっていうオチらしいですよ。肉と卵とチーズがあればなんかとても健康的な生活ができるとか、そういうね話があったりなかったりっていうのはどうでもよくて、サブテレイン3日目やっていきたいと思います。今回はあんまり飛び出ないうちに終わらせたいなと思ってるんで、そうだね、ここら辺のゴミくずとかもなんかあれか、地下に持っていきたいみたいなこと言ってたんだっけ、ちょっと覚えてないですけれども、まあいいや、よいしょ。とりあえず電車のところに行って、ゴミがまだ持っていってなかった、あ、そうだね、ここにいっぱい落ちてるので、ゴミを取れるだけ取って、でこれをリサイクルしに行くと。浄化剤、汚染率低下、あー浄化剤アルファとかが汚染率を低下するアイテムっぽいな。骨折治癒、はあ、これ浄化剤使ってみるか。これか。ん？汚染率本当に低下した？ああ、てかあれか。攻撃された時の感染率が、おもらしは多分しないと思うけど、なんかスタミナのね、回復がすごい遅くなるらしい。あれ？違うか。いや、おもらしすんのかな？命中精度が下がったりとかするんじゃない？武器とかの。まあ、個人的な感覚で言うと、トイレ行きたくなると、結構、落ち着きがなくなるからね。トイレ行きたくて、さらに、このベロとかってさ、何なの？とりあえずもらっていくけどさ、あ、待って、ローズマリー捨てちゃった。すべて取得。個人的な話になるけど、トイレ行きたくなって、トイレ行けない時ってすごいなんか、あれだよね、挙動が怪しくなるよね。あれ、この人もしかしてトイレ我慢してんじゃない？みたいな。なんかにわかに感じられる、なんかこう、ざわざわ感っていうの。浄化水がある。よし、浄化水は、大切なのでもらっておこう。てか飯がついに尽きたな。ていうか鉱山っていう割にはなんか綺麗だな。なんもない。なんもない。なせん。なせん。なせん。おい。腐った食べ物はいらないよ。なんだよそれ。そう、仕事中とかにね。まあ私の仕事柄、トイレはね、結構限られた場所でしかできないと。オフィスで働いてるわけじゃないから、そう、限られた場所でしかできないんだけど、そのせいでね、トイレが近くになかったりとかして、結構ガチめにトイレ行きたくなると、お客さんの、に対する対応とかがちょっと怪しくなってくるっていうね。あれ、この人どうした？みたいな。そんな、そんな雰囲気が2時間か。2時間我慢はちょっと体に悪すぎるでしょう。なんかいたな、今。閉めちゃった。あー、こいつか。もじゃもじゃくんだ。お、もじゃもじゃくん血を落とした。でもこの血な、ほんと、使い道がわけわかんねえから。どこで使うんだよ、この血。おお、ここあれか。ランニングルーム。そういえばね、今日ね、お風呂入っててね、特に
変わってる感じっていうか、あれなんだよね、あの、まあ、簡単に言うとだよ、簡単に言うと、あの腹筋がね若干落ちてきて、なんか物食べた後になんかお腹がね出てるっていうか、まあ、あの消化されると普通にまたぺったんこに戻るんだけどなんて言うんだろう、こう結構お腹いっぱい食べた直後にちょっと腹が出てるっていうねちょっとそういう悲しみの現状を発見してしまって、私はねこれから毎日あの会社から帰ってきたら腹筋とりあえず20回、とりあえず20回と腕立て伏せをとりあえず20回、であと腰、せっかくだからあの股関節の柔軟とかもやろうかな的なね感じで今っつうか今日やり始めたんですけど、いやーなんかどうなんでしょうねどうなんでしょうねっていう、もう装備してオーバーヒートした時にあれした方がいいのかもしれない。あ、危ね、やべ、食らってた。そう、これ食らうとな、つかこの血液サンプルでさなんか抗体とか作れないのかな。まあね、ムキムキのムキムキの体をね披露できるんだったら、まあ、それもいいんだけどつかフィルター作るためのアイテムが欲しいんだけど全然なくない？なんかそれっぽいのがない。あ、これ？今髪を洗ったらセットが崩れてしまうな。今そんなこと言ってる場合じゃないよ。あ、こんばんは、ようこそいらっしゃいました。これちょっとなんか珍しいの入ってる。頑張り散らしますよ。頑張り散らすってよくわかんないけど、あ、やべ、寒くなってきたな。血液サンプル、シャンプー、バーチャルヘッドセット、ちょっと一回戻るか。やばい、寒くなってくるとね感染率がぐんと上がってしまうので、現状感染がちょっとやばいので寒いところと空気が薄いところはなるべく避けたいよね。このモヒモヒくん何なんだよ。まあ、モヒモヒくんではないけどさ、ちょっとここだけ見ていくか。うわ、アイテムいっぱいあんなてかこれ鉱山的な何もないぞ。よし、まあ、いくつか持って充電マックスにしてあるやつを付け替えればそれはそれでいいんだろうけど、まあでもそれやるとな、荷物がかさばるからな。ちょっといらない荷物をこの部屋のどっかにしまっておこうか。サイドバッグこれいらんでしょ。これ後で潰しに行こう。サイドバッグ潰しのこのケース、あ、ケースの中にもいろいろ入ってんだ。じゃあこれも潰しの、これも潰しの、あとはもう何もないか。とりあえず今ここが私の部屋みたいになってるから、じゃあここにいらないアイテムは入れていきましょう。でニッケル鉱とかはこれしまっちゃおう、ここに。あ、使ったカードキーはなくなるのか。でサイドバッグは潰しで、ここら辺は残しといていいか。シリアルとかも食い物もあった方がいいから、汚染した爪とかはもう使い道が分かんないから、で一回寝ねえので、それからまたアイテム潰して鉱山行くか。よし、 OK、 十分。はあ、夜の8時になってしまいました。あれ、ウイルス若干少なくなった？ああ、なんか、やっぱ飲んどいた方がいいな、これ。いや、少なくなったのかな少なくなったように見えてるだけか。いや、でも、あからさま結構少なくなってる気がすんな。やっぱこの浄化剤は、ちょろちょろ飲んどいた方がいいのか。浄化剤飲んで、あと作り方も覚えといた方がいいよな、これ浄化剤。
だからここでアイテム潰して、でその後にあれだ、あっちのリサーチセンターでこの浄化剤の作り方を覚えましょう。いやーもうあんだけウイルスがうようよ体内にいたのに、あの薬2つ飲んだらこんなもう綺麗すっきりですよ。おおちょっと待って、なんだお前復活してんじゃないよ。あれもしかしてまたなんか時間経つと危険になる系かこれ。あーなんか嫌だな、またゾンビ現れる系っぽいですねこれ。とりあえずリサーチでこれだね、これを決定。1時間でどういう構造なのかわかる。技術リサーチ、ビーコンリサーチしてもらおう。特に使わねえしな。でですよ、リサイクルのさ、これ本当にベロとかどうやってリサイクルするのこれ。全然わかんねえからさ、全然わかんねえからこれもう入れてこ。アイテムがいっぱいになるだけだ。うん、浄化剤あと2つで、ナノ修理装置みたいなやつはどこにあるんだ。ここではないか、ここではなさそうだな。うん、多分ここじゃないよね。この辺りか？違う、これバイオリサイクルだろ？この辺りなんじゃないの？つうか、ここで全部できるじゃん。待って、ちょっと笑うんだけど。ここで全部できんじゃん、なんか起動したやつ。マジかよ。しかも修理ここじゃねえか。ナノ再生施設ここじゃねえか。で、これはどんだけ壊れてる？これそんなに壊れてないのか。ショットピストル。はい。これ、ナノ修理はこれ、今、やってもらってんのかな？これほんとわかんない。これ結構謎だよね。これ結構謎なんだよな。ほんとに修理してくれてんのっていう話なんだけど。なんか動いてる感ないよね。おぉ、落としちゃった。直してる感ないんだよな、これ。お週末3連休ということで3日間生き延びましたね。これはなんかチップがダメなのか、リサーチソフトウェアが、いやーなんか違うな。電源が来てないっていうわけでもなさそうなんだけどな。うん、やっぱちょっと感染したけどそれはしょうがない。で酸素フィルターがクラフト完了。どうしようかな、どこにつけに行こうか。で、ここは我が家。寝る。で、レギュレーター、温度のやつもできたから、OK。まあ、薬一つで相当回復できたから、うん、まだまだ全然、浄化薬は飲む必要ないし。てか、浄化薬はどうなんだ？どれぐらい、どれぐらいのなんか難しいアイテムなんだろう。あ、浄化剤ベータとかある。あー、はあ、はあははあ。血液エキス、あ、結構血液必要なんだ。やっぱ血液エキスが必要だな。分かってきたぞ、だいたい、だんだん。
とソフトウェアが必要です。ああなるほどね。はあ、はあははあ、オッケー。だから血液をいっぱい持ってきてバラしていかないとちょっとダメそうだな。でこのこのアイテム直してくれるやつはどうやったら稼働するのかまだわかんないから何とも言えないけど、でもどっかにあるんだろうな。じゃあちょっと鉱山にまた行くか。でクラフト、あでもクラフトとかもう上でできるようになったから、この下下のこの行けてねえ場所にあれかもしんないな。アイテムっていうかあれぶち込んで、フィルター類ぶち込んで安全に探索した方がいいかもしれない。でこれ2つあるから2つ持って、で終わったらそこの探索が終わったらこれ回収すると、それでちょっと使い回していこう。リコピンがちょっと少ないからそんなにいっぱいは作れないんだよな。あと1つだけアイテム持ってんのか。これはなんだ、採掘機とソフトウェアドライブを見つけたぞ。変だな、基本ソフトウェアしかインストールされてないだと。他の鉱石を採掘するには上位のソフトウェアを用意する必要がありそうだな。この場所はビゲロー採掘会社が管理していたな。もしかしたら彼らの経営していたソーラーカジノに行けばソフトウェアのアップグレードの情報を見つけられるかもな。なるほど、つまりソフトウェアがしょぼすぎてダメだよってことか。採掘、ああ採掘機を見つけましたね。でおそらくこれで、ああなるほどね、ここら辺の上位の石を拾うには採掘機のあのあれをアップグレードしないといけないと。よしよしよし、とりあえずこの金属を、ニッケル拾えなかったっけ。まあいいや、じゃあ一回戻るか。一回戻りましょう。もうアイテムがいっぱいだ。そしてせっかく作った酸素パックとか入れる場所が全然分かんなかったね。いや結構物語進展したんじゃない？いろいろ分かってきたことがあるからね。できてくれた方がありがたいんだけど。できてくれるととてもありがたいんですけど、あ全部できんじゃん、いけるいける、さすがだね。でこれでリサイクルできた。でこっちで汚染した目玉とかそういうのはリサイクルしていく。おいいね、いいんじゃない。でもう作れないかな、この施設設備の酸素フィルター。酸素フィルターはまだ作れる、酸素フィルターは作れて、レギュレーターはリコピンが足りない。なるほどな、なかなか難しいですな。でこれは届いてなくて、でこれは採掘できるようになったと。でもって精錬装置、あてかあれか、機械を発見するとこっちでも動かせるようになるっていうことか。精錬装置はないの、精錬装置はそうか、まだ見つけてないから動かせませんってそういう話か。あそう。でこれでちょっとログを読んで、マーティンだよ兄貴、はいはい、感染率が若干ずつだけど上がってきちゃってんな。まあいいや、そんなことはどうでもいいんで、
とりあえず、じゃあ今日は終わりにしましょうか。で、金属がまだどうしようもないので、ここら辺は入れておこう。うん。結構いい数、入りましたね。で、お水とかも若干かさばるけど、まあでも持ってた方が安全だもんね。缶詰を入れておくけど、缶詰を入れて、でも缶詰は基本的にはすぐには使わない。緊急事態時用だね。よしよし。じゃあ、今日はこれで寝て終わりにしたいと思います。